はい、野口です。今回ですね、ご紹介しますのはですね、やっぱり長崎地元の寿司屋さん、若竹丸。フルオーダーですのでですね、よし、若竹丸、行ってみましょう。野口チーム。はい、このような店内でございます。すべてですね。はい、若竹丸は必ずこういった毎月のおすすめっていうのがあります。私はですね、これを今日は食べたい。イワシあぶり。メニューも大変いっぱいございます。エビ、イカですね。あ、光物、そういったものもしっかりあります。で、この裏ですね。軍艦。ね、あぶり、焼き物、すごーい。はい、うちのマグロ好きがマグロをめっちゃ食べます。はい、どん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 来ております。アジいっちゃいます。アジ、アジ、炙りイワシとサバが来ました。これはうまい。このサバですよ、サバ、サバ。今回一押しのイワシ、イワシ。いや、このイワシ本当エンドレスでいけますね。うまい。若竹丸のこの豚骨ラーメン本当に美味しい。おすすめ。私の大好きなバッテラと天ぷらですね。エビとキス天です。すごい。バッテラ、バッテラ、バッテラ。いや、このキステンサクサクでめっちゃ美味しい。エビ天か、エビ天も美味しいです。うちの子はこの雲仙ハム食べ過ぎでございます。食べ過ぎ。もうイワシ、これちょっとすいません、リピートです。はい、若竹丸さん行ってきました。いや、本当ですね、もう新鮮なお魚が食べられる、本当に美味しい回転寿司屋さんです。行ってきてください。以上だ。